ライブ配信やりたいけど、スマホスタンドがない、照明もない。そんな方に、ピンポイントでおすすめできる3つの機能が備わったライブスタンド、ご紹介します。今日から YouTube を自主映画道を歩み続け、早18年。あの日、一つの決断をした。それは、自分自身が表舞台に飛び出すことだった。この記録は、人生をかけた熱い熱い挑戦だ。さあ、準備はいいか監督。お前の底力、見せてみろよ。本番行きます。よーい。カメラ OK、音 OK、役者 OK、よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回自腹企画となっております。こちらビゾンのデーン、こんな感じの商品でございます。ビゾン 3-in-1 タブレット、携帯電話、デスクトップスタンド、自撮りライブスタンド、生放送やメイク動画、ライブ配信などで最適なスタンドを紹介したいと思います。商品がデスクトップセルフィーライブスタンド LP4P ダンちゃんいきます。こちらの動画で紹介してます。さらにさらに、このような形で入っておりました。こちら何でしょう、取扱説明書でございますね。これに入ると保証が延長されるというカードですね。商品情報、ビゾンさんから出ています商品ですね。ビゾンさん、案件動画お待ちします。あ、そうそう、本当はこれ欲しかったんですけども、ちょっとお金がなくて、パーツが入ってますね。このような形で、こちらがリングライトですね。小さい金具とアームスタンドかな、結構重たい2層に分かれてます。それはさらに2人もある。ポールなんか調整するやつか、とこっちがスマホスタンド、こっちがタブレットですね。こいつが重たかったんでね。おお、重たい、危ないね。組み立てていきたいと思います。1個ずつ出していきましょうか。こちらの丸いスタンド、かなり重たいです。下はツルツルですね。上のこの部分がこういうクッション的なものですね。こちらが小さいのがスマホスタンドで、こちらがタブレットスタンドとなっております。こんな感じで、はい、伸ばすことができます。そしてこちらタブレット、はい、お、めっちゃ伸びる。2つ入っております。こちらがですね、おそらくのさっきの丸いね、キエンザーみたいなやつの下にバーンと刺す支柱ですね。おそらくその上にこう乗せて、それでタブレットの、あ、これをつけれる。さらにここにこう入れて、こちらですね。はい、もう説明書見なくても大体わかるよ。こちらがリングライトでございます。はい、パーツがこちら入っておりました。まずはこの重たいこれと、このネジとこいつを使って、まず下に置きます。そしてこの太いところをこれに回していきます。これを差し込んでくるくる回していけば、火を起こしてるのではありませんよ。ある程度まで回しましたら、あとはこちらのガッチリと OK です。来ました、めちゃくちゃ重たい凶器です。続きまして、ここを回すことで、おーおーおお、これが最大まで上げました。これくらいでございます。やべえ、最強に強気。こちらのパーツこんな感じになっております。これを、セットします。はい、してこの下にこっちか、こいつを、なんか寒い音する。はい、OK です。パーツに入っていたこいつですね、こいつをここに穴がありますので、回していきます。例えばこの辺に固定したいなと思ったら、ここで回せば止まる。おー、先にリングライトいきます。 USB 給電となっております。このパーツ分解して、先にこいつを挟み、ここにちょっとしてこう回します。はい、残っているネジがあります。こちらをここでちっちゃい、また六角レンチを使って締めていきます。締まりました。続きまして、この2つとなっております。とりあえずでかい方をこちらにつけたいと思います。同じくこちらも外して、中に通してからのこの丸い部分収まりますので、ガッチリ。あ、なんかミシミシ言って、大丈夫大丈夫。ラストちっちゃいやつですね、同じくを通して、カチャ通せば完成でございます。ライブスタンド、スマートフォンつけてみたいと思います。まあタブレット持ってないんですけども、 Kindle ですね、使わせていただきたいと思います。はい、おお、めちゃくちゃいいじゃないですかこれ。ちなみにパターンがいろいろありまして、組み替えることができます。股関節、いや股関節じゃない、関節が硬かったら中に入っているやつでこう締めることによって感度が調整できるというわけですね。はい、という組み立ては大体10分から15分ぐらい、早ければ5分ぐらいで組み立てられると思います。まずこの商品なんですけども、スマホ、タブレットを固定できるホルダーが2つ付いております。そして照明機材、リングライトが、こちらも同じく、初めからきついなきついなと思ったら、こいつのね、六角レンチをちょっと下げ
よしよし、はいはいはい、はい、リングライトも初めから装備しております。 YouTube 撮影や TikTok、 オンライン会議、ビデオ録画など日常生活で使うことでとても便利な商品となっております。ライブやる方はですね、三脚とか照明とかまあまあ高いんですけども、シンプルな構成となりますが、こちら1本でかなり現場でできる商品となっております。特徴を大きく分けて2つ紹介していきたいと思います。1つは様々な組み合わせに対応、2つ目が丈夫で高品質でおしゃれ、というわけでですね、早速深掘りしていきたいと思います。まず1つ目なんですけども、様々な組み合わせに対応というわけで、この3つのアダプター自由自在に切り替えることができます。裏側を見ていただきたいのですが、この上にライトスタンドをやっておりますが、このパーツをですね、例えばこれをこっちに行ったり、このタブレットを上に置いて照明を右に移動したりすることができます。この画像にある通り、いろんな自分に合わせた好みの配置に切り替えることができます。こういう感じで動かすことが簡単にできます。こんな感じでございます。重さも20回ぐらいは軽く上げることができる重さとなっておりますが、まあ重いですね。すっきりした外観と機能性、汎用性を兼ね備えたスタンドとなっております。続きまして2つ目、丈夫な素材、高品質、ファッショナブルなスタンドというわけでですね、この支柱、まあこれが太いです。これくらいの太さですね。いい感じの太さです。こうやって動く場合は、ここの金具を締めることで全く動かなくなります。撮影途中に倒れるということはほぼないです。いや絶対ないね。アームのシャフトは高品質です。アルミニウム合金に作られ、改良された第2世代ヒンジ機構と組み合わされ、安定感が抜群となっております。ちょっとやそっとじゃへこたりません。多分これ外撮影でも全然風で倒れるとかは 100% ないと思います。はい、続きましてスマホスタンドを見ていきたいと思います。まずですね、ホルダー切り替える、こうね、もちろん簡単にくるっと横画面にすることもできし、縦画面にすることもできますし、あとこっち見たらこっち側にね、こういう風にする下向きもすることがおーっとできます。最大はこれくらいのサイズ挟めることができます。簡単です。こちらがスマホスタンドですね。 3.5 から挟み込むことができまして、ホルダーは360度回転することができます。こんな感じでグワン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 いきますね。こっちも同じくグワン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 いきます。そしてなんと嬉しいことにですね、ここなんですけども、この空洞の穴、こちらはついていないのですが、スマホをつけたとしてこちらにですね、充電器を差し込むことができますね。以前やった案件動画のマグネットケーブルなんですけども、セッだから、はい、充電をしながら配信することができます。ただこちらの横だったらもう干渉することがないから、ここねつけることができます。いいねー、というスマホスタンドとなっております。3つ目がですね、ポールスタンドについて、こちらですね0から83センチというわけで、そう今地面に置きますね。一番長くします。こんな感じですね。今下にこうライブスタンドありまして、こう上がりますね。今現在監督なんですが、こちらのですねデスクに先ほどですね乗せまして、ちょうどいい高さにこういった形で、この高さが88センチ前というわけですね。デスクの上に乗せておいて、あとはこれを一番下までつけると目の高さのジャストフィットしますので、かなりいいと思います。調整することによって首、肩、背中ですね、優しい商品となっております。はい、ちなみになんですけども、ライブ配信以外にも料理のチュートリアル動画、オーバーヘッドモールというものがありまして、よくですね料理動画ですね、ここからトップと下のね食ってる様子を見せれる。今のところに関しては最大で斜めだけども、このパーツを入れ替えることでこいつをちょっとこういう感じで、ザ、下までいけるので、めちゃくちゃいいですね。で、その時に、筒が使えないので、この横からね、後編を当てたりとかね、はい、天使の輪っかになるかと思います。こいつを挟んでからの、パチンとこうね、リングライトはこっちにつける。ちょうどいいや。今ね、この撮影側だとにですね、食べる。ああ、いい匂いする。いい匂いする。めっちゃ食いてー。こちら、唐揚げポテト、20% 引き。逆にして、で、こういう風にして、で、ここですね、いきまーす。おぉ、やべやべ、ああ、おいしそう。垂直な、こんな感じか、こんな感じか、こういう感じで撮ることもできます。で、照明を置いて変えることによって、クール、ウォーム、普通、クール。はい。はい、というわけでこんな感じです。早く食べたい。はい。続きまして、気になるリングライト。監督、実はこのリングライト、本日の初めてでございます。楽しみなんですが、どんな感じに映るのかな？今、ちなみに撮影環境としては、こっちとこっちにですね、2つ照明を焚いております。ケーブルどれくらいまで伸びるのかな？長さは、このサイズは2メートルだね。届くかな？ギリギリ届くね。はい、というわけで、点灯式やっていきたいと思います。で、こちら電源のオンオフ。この多分一番下ですね。はい、いきます。スイッチオン！はい。おー！
あ、いい感じですね。こんな感じで明るさを変えることができるんですが、プラスとマイナスがありますので、そんなに眩しくはないですね。これが最小で、これがマックスで、マックスの状態でリピート機能みたいに押すとどうなる？はい、おー、あったかいオレンジっぽい色ですね。3パターンありますね。手元のスイッチで明るさと色温度を調整することができます。色温度に関しては3200から6500まで。明るさに関してはこれがコールド、冷たい、ウォーム、あったかい、ナチュラル、普通。ボタンなので今どのレベルか分かりませんが、商品説明を見ますと10レベルまで光源を好みの明るさに切り替えることができます。左右には動かせませんが、上下だったり、手前に前に持ってきたり、後ろ最高の後ろはこうかな、はい、こんな感じですね。またこう折りたたんで、こんな感じで。よくあるここにスマートフォンを置いてっていうタイプではありませんが、この3つの機能を使うことによって幅が広がるかと思います。リングライトを使うと目の中に青い丸がつくという、ついてますか、これメガネだから分かんないか。どうというわけでですね、カントなんですが、5月からですね、ライブ配信をするというわけで、配信用にライブスタンドを購入しました。おそらく大活躍しますね。ライブ配信をするときに、iPhone で配信をしつつ、リングライトで正面からの明るさ、そして、このタブレットで何か検索、こうやってね、探したりとかする。この台本いいな。このカメラの後ろとかにこれ台本置いといたら、これカンペ代わりに使うかもしれません、今後。欲を言えばね、カラオケ配信とかもしたいんで、ここなんかガッチンついてきて、マイクとかあったりとか。ちなみにビジョンさんはこういうね、本を立てる商品ですとか、料理動画単体をできる、こういうスタンドも販売しております。電源のオンオフのスピードもですね、はい、早いです。ほぼリアタイム。はい、というわけでですね、ビゾン 3-in-1 セルフスマホ&タブレットライブスタンドをご紹介していただきました。このチャンネルではですね、監督はこの商品がいいなと思ったものですとか、あとアニオタグッズですとか、本当に皆さんにおすすめしたい商品のみを厳選して紹介しているチャンネルとなっております。興味がある方はですね、ぜひチャンネル登録をポチッと押して次の動画をお楽しみください。ではまた次の動画で会いましょう。これだーん。というわけでですね、自動自由絶妙なライフスタイル、ちょっとおっと、あっ、おっと、わっ、あっ、わっ、閉めることで、あっ、あっ、あっ、挟み込むことが、ライブスタンド、最高、表。